キンプリのような分裂劇は続くのか戸部指導、ジャニーズ最大の不安とは元 V6、三宅健が滝沢秀明氏のプロデュース会社、戸部に所属することが正式発表された。三宅がジャニーズ事務所を退所した今年5月時点で、両者が今後、何かしらの形で関わることは規定路線と目されていたが、それにしても、退所からわずか2ヶ月での合流は衝撃的。 戸べに対して、のんきに構えていた業界関係者も、一転して同社に注目している、芸能プロ関係者、ようだ。かつての芸能界では、事務所を退所したタレントは、1年間活動自粛するという裏ルールが状態化していた。しかし、近年、このルールを契約書などに盛り込むプロダクションはごくわずかで、タレントは退所後もしがらみなく、新天地で活動できるようになったという。とはいえ、見分けがたった2ヶ月で、 ジャニーズ元副社長の滝沢氏が作った会社に移籍するというのは驚きです。しかも三宅は、ジャニーズサイドに滝沢氏と合流する可能性があると一切伝えることなく辞めているそうで、業界内では、こんな引き抜きのようなことが許されるのかという声も聞こえてきます。どうしかし、ジャニーズからは、三宅や滝沢氏への恨み節こそ聞かれても、昨今の世情に鑑みて、露骨な活動妨害は行えないはず。 どうとのこと。そんな中、ジャニーズが最も恐れるのは、所属タレントの相次ぐ渡米席、そしてそれにより発生するグループの分裂だという。ジャニーズファンにとって最も辛いのは、グループの空中分解、元キングプリンスの平野志洋、神宮寺裕太、岸優太、また8月末の対象が発表されたキスマイフット2、北山博光も、すでに渡米合流が規定ルートとみられ、 平野に関しては早くも CD リリースなど、具体的な活動内容についても週刊誌で伝えられている状況。現在、ジャニーズ事務所に不満を感じている人間からすれば、トベはノーリスクの移籍先に見えるでしょう。そんな中、ジャニーズの最大の不安は、タレントが飛べ移籍することで、金プリのように分裂してしまうグループが相次ぐことなのではないでしょうか。やはりジャニーズファンにとって、 グループの空中分解は最も辛いことですし、それは金プリ脱退劇をめぐる大混乱を見ていてもわかると思います。ああ言ったことが続いては、さすがのジャニーズも対応しきれないでしょう。レコード会社関係者。滝沢氏にしても、長年見終えたジャニーズに弓を引いたことは重々承知しているはずで、形としてグループ分裂を後押ししていくことのリスクについても、少なからず意識しているのでは、どうとのこと。とべは、 7月7日に生配信の実施を告知している。この日もまた、ジャニーズファンに衝撃を与える発表がなされるのだろうか。平野紫陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、 ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。